奈良市のは、千葉県北西部にある地名。下宇佐大地の一角を占め、船橋市、八千代市、奈良市の市にまたがっている。奈良市の市,の市名由来となったが、もともとの奈良市のは、二宮町に位置し、そこから意味する領域が拡大されていった広域地名である。一般には、奈良市が、奈良市,の市周辺を示す地名であると混同されてしまうことが多い。 大正時代の奈良市の平原の様子下に見える湾曲した道は桜街道。東部軍管区教育隊と陸軍騎兵学校。その隣接地が奈良市の演習場。西郷隆盛篠原国艦百七十三年四月二十九日に大和田原で陸軍大将、西郷隆盛の指揮のもとに行われたこの絵兵の大演習を観月した明治天皇が 奈良市の原への改名を求め、同年5月17日大上官たちによって奈良市の薔となった。そのことを記念して同地に明治天皇中出のところの日という記念碑が建てられている。その後、周辺にある軍教を総称した広い地域が奈良市のと呼ばれるようになった。奈良市の源の命名について大演習での陸軍少将、 篠原国元の目覚ましい式に感銘した天皇の篠原にならえという言葉が元になったという説があり、奈良市市第一館や船橋市郷土資料館などでもこれを逸話として紹介している。この時、奈良市の源で演習を行ったこの衛兵が核となり、後に第二本帝国陸軍が組織された。現在では奈良市市という市町村に名称が取り入れられ、 第一名として残されている。また、同市が成立する折に、この、奈良市野という地名の起源となった地域が所属していた、二宮町や、抗議の、軍教奈良市野である幕張町などを大きく取り込んだ、大奈良市の市構想という計画も持ち上がったが、太平洋戦争中に起きた二宮町空襲による、国の保証金配分をめぐる津田沼町役場と、 二宮町役場の対立などの諸事情により、二宮町は船橋市と合併し、幕張町の大部分は千葉市に編入されてしまい実現しなかった。この船橋市と二宮町との合併により、奈良市の地名が船橋市に属することとなった。なお、元来の奈良市の原の地域内に含まれない旧津田沼町が市政施工事に氏名に取り入れた結果、 奈良市野という自治体が津田沼地域に成立することとなった。奈良市野市には旧幕張町に属していたあた後安政神から編成された東奈良市野の地名がある。明治天皇期及び明治天皇ご遺跡によると、明治天皇は明治6年、明治7年、明治10年、明治11年、明治13年、明治14年、明治33年、 明治45年に年に一度、明治8年、明治9年、明治15年各年に二度の、計14回奈らしの原に行行をしたという公式な記録が残っている。このうち、明治8年の順路は、以下のようになっていた皇居昇級士、西小松川昇級士、伊予田村昼食、市川昇級士、八幡宿泊、船橋翌日に奈らしの原で、遠州対乱宿泊記録は、 純度の,の逆明治天皇は時に、奈良市の原近くの薬園台に宿泊されることもあった。空挺館江戸時代には、小金木の一部で、小金原、小金が原とか、山と高原などと呼ばれていた。演習場の総面積は、約1155万平方メートルで、真っ平らな高台が広がっていたため、一望地里奈良市の平原とも呼ばれた。実際、 富士山や筑波山などが地平線によく見えたという。演習場には、騎兵連隊や陸軍騎兵学校が隣接し、現在の京成大久保駅周辺や奈良市原の入り口が近かった役園台3.4丁目付近は、活気があったと言われている。奈良市原が全国に一般によく知られるようになったのは、日露戦争での秋山主体の活躍によるものだと言われている。なお、 全国の連帯では必ず一度は、奈良市のバラで演習が実施されていたため、北海道でも老人に奈良市のという地名を出すと、津田沼駅から演習場までの行軍話や、野営話などを語る方もいる。当時の奈良市のバラには、入り口周辺以外には、柵はなく、演習の時以外は、一般人も自由に入ることができ、番妻映画などの撮影や、 学校の各種実習などの行事が年間を通じて民間での利用が可能だった。また、演習場では、騎兵連隊の軍機祭や騎兵学校の馬術大会が開かれ、皇族、軍人、学生をはじめとする馬術クラブや乗馬愛好家が集まる乗馬のメッカとしても栄えた。日本での馬術は、明治以降に大日本帝国陸軍が導入した西洋馬術に起源を持つため、 陸軍馬術学校や、奈良市の原、西武市の話題が語られることがある。また、関連の卒業生も多かった。一年に一度、陸軍騎兵学校で開かれていた、常馬大会の際には、皇族をはじめ、外国の大使館付部官、将校、雇用商人、一般の人も見ることができたため、東京などからも多くの見物客が集まったと言われている。 ちなみに奈良市のバラが排出した名機種の一人として、ロサンゼルス五輪の乗馬で金メダルを獲得した西武一の名前がよく知られているが、現在でも役園台四丁目には西武一が下宿していた昇降下宿などが残されている。この陸軍奈良市の連兵場は日本軍が最初に制定した本格的な連兵場であり、ここで訓練した兵士たちが基盤となって全国に、 広がって日本軍を形成し、日本が帝国主義時代を乗り越える原動力となった。明治天皇ならしのを含む下宇佐大地は広大な平坦地ではあるが、生活用水となりうる水源の乏しかったため、集落形成には適さず、近代まで開発は進まなかった。しかし、下宇佐大地は馬巻に適した平原であり、古くから群馬の産地として有名であり、 源頼朝に献上された聖職に代表される名馬たちが育まれた。江戸時代になると幕府によって幕府直轄の牧場が設置されるようになり、小金牧の一部とされた。明治維新の後、牧は東京近郊にあることから陸軍の演習場としてたびたび使用されるようになり、明治天皇が奈良野と命名することとなった、この衛兵団演習もその一つである。 1874年に陸軍演習場として一帯の勧誘地が受領された。この時には北端が高根木戸と古和間木戸を結ぶ古和間道の南側から成田海道の両側、南端が境谷までであった。一番営から七番営まで兵営が置かれた。その後1900年、1905年と買収により拡大が進み演習場は 千葉軍二宮村、大和田町、幕張町にまたがることとなった。1899年、騎兵第一、第二旅団が千葉軍津田沼村大久保に設置され末に、編成官僚、日露戦争での騎兵の活躍を通じて、奈良市の名は広く知られるようになった。1910年に、東京上目黒にあった騎兵実施学校は、1916年に、 二宮村の奈良市の連兵城敷地内に移転されたより陸軍騎兵学校。その時に、目黒の陸軍騎兵実施学校内から移築された騎兵連隊大馬見所が陸上自衛隊奈良市の中東地内にある。1901年、津田沼村大久保に陸軍奈良市の永住病院が設置される。 1905年に拡大された演習場区域の内幕張張町美桃地区には、両松倉庫や高津商社が置かれ、ロシア人不良収容所とされた。第一次世界大戦の際にも東新商社にドイツ人捕虜を収容した。1907年、津田沼町に鉄道連隊が転営する。1908年、千葉町に鉄道連隊が転営する。 同第三大隊が津田沼に置かれたに、第三大隊が鉄道第二連隊に昇格。津田沼から奈良市の演習場を経て、連隊本部のある千葉とを結ぶ軍用軽弁鉄道が付設され、後には松戸との間にも付設されている。現在の新京成線の前身である。こうして奈良野は千葉郡北部の二宮村に調整施行して二宮町、 津田沼町長整志向、大和田町、幕張町にまたがって分布する陸軍諸施設と共に一体の地名として理解されるようになった。第一次世界大戦後、近代戦への変革の中で騎兵と共に知られた奈良市のも変化を迎えた。1936年、大久保の騎兵旅団敷地内に戦車第二連隊が置かれ、騎兵部隊の機構化の始まりを象徴した。 千葉市黒砂に開設された陸軍戦車学校が当初は奈良市のに置かれたとする資料もある。騎平旅団敷地には1931年には陸軍奈良市の学校も開設され、毒ガスをはじめとする化学兵器についての研究、教育が行われ、実験は群馬県や満州で実施されていたと言われている。近年では日本全国の日本陸軍軍用跡地で、 旧帝国陸軍地独ガス埋設問題が浮上し、関連施設の安全性調査を実施している。現在の奈良市のバラは住宅都市として宅地化されているが、元々の奈良市のバラは草原地帯と樹林地帯、多日地帯の3つの自然環境が存在した。そこでは、ヘビイチゴ、ノイチゴ、アケビ、スミレ、ヨモギ、バラビなど季節ごとに様々な植物が見られ、 実り豊かな環境が広がっていた。現在でも、その生態系は、奈良市の演習場内に残されており、かつての名残を見ることができる。奈良市の原周辺の旧軍施設1945年の敗戦後、一部の陸軍施設は米軍によって、接収され、その後陸上自衛隊が使用しているものもあるが、演習場の敷地の大部分は、奈良市の開拓と呼ばれ、 外地からの引き上げ者などの手による開墾地となったり、学校等の敷地に転用された。昭和20年代、開拓時代の奈良市の原前960年代以降、日本住宅公団などによる大規模住宅団地が相次いで造成され、残った農地の多くも宅地化、工業地域化されて市街地と化している。主な施設の現状を以下に示す。講義の幕張。 および、千葉軍のうち、幕張町の項目も参照。奈良市の,市の成立、昭和の大合併の直前、奈良市の周辺は、千葉郡の津田沼町、二宮町、大和田町、幕張町の各町に所属していた。当初、津田沼町と二宮町との間で、合併の合意が成立したが、間もなく二宮町は、船橋市との合併に傾き、 1953年8月1日に船橋市へ編入された。その後の千葉郡北西部では津田沼町と幕張町の合併が軸となり、これに小手橋村を加えた3町村で合併協議会が発足し、1953年12月17日の協議会で合併後の新市名を奈良市の市とすることが決定された。しかし小手橋村では、 千葉市との合併を望む意見が住民に強く、1954年1月末、同村は合併を断念した1954年7月1日に千葉市に編入された。一旦津田沼町との合併を受け入れた幕張町でも時間が経過するに従って千葉市との合併を望む意見が強まり、5月13日の町議会で千葉市との合併を議決した。 これに対して、津田沼町との合併を望む、意見の強い北部と千葉市との合併を望む、意見の強い南部との対立が激化し、県や合併促進協議会、地元選出国会、県議会議員などの圧線によって、最終的に文町合併とすることで朝廷が成立した。実際には次の手順で、千葉市及び津田沼町との合併が行われ、奈良市の市が成立した。 1954年7月6日、幕張町全域が千葉市へ編入される。8月1日津田沼町が千葉市旧、幕張町の区域の内北部、長作、天根と及び幕張の内屋敷街を分割編入する。同日津田沼町が奈良市の町と解消し、即日市政を施行して奈良市の市が発足する。八月十八日奈良市の内旧。 幕張町の一部が再び千葉市へ編入される。旧幕張町のうち北西部のみが奈良の市の一部となり、残りの区域は千葉市の一部となった。そして調査天甘根戸の両地区が千葉市へ戻ったために奈良の市の人口は再び3万を割った状態から出発することになった。なお奈良市に残った安城土地区は幕張町が 千葉市編入に先立って八千代町から編入した区域である。安政心は1947年に当時の大和田町の旧演習地内に起立された大和田で、1954年1月15日に大和田町が僕村と合併した結果、八千代町の一部となった。その後、同年4月1日に幕張町、7月6日に千葉市、 8月1日に津田沼町に編入されて、奈良の市の一部となり、1年足らずの間に4度も所属が変更された。また、旧奈良市の演習場の内大半が所属していた旧二宮町が奈良市の市ではなく、船橋市の一部となった結果、奈良市の地名が船橋市に属することとなった。奈良市には旧幕張町に属していたあたご、 安政神から編成された東奈良市のの地名がある。小金木の全体地図。下の牧が奈良市のバラを含む。以下の区域は一部を除き、いずれも小金木の区域内である。大技、町名の変遷北奈良市の駅、奈良市の台に位置する。ありがとうございます。